日本通んですけど、日本通ね、日通さん、日通さんですね。日通さんはね、まずですね、アニアレポートを見ると、まあ、グローバル市場で存在感を持つロジスティックカンパニーを目指すと書いてあるんですよね。これ日本通んさんって日本の中の存在感ってなんかトメさんありますか？あんまり僕は使ったことないですよね。うん、これね、一般の人たちは今日本通運ほとんど感じてないんじゃないですかね。これなぜかっていうと、ほらペリカン便ってあったじゃないですか。はい、ペリカン便ね、今もうなくなっちゃったんですよ。これあ、なくなっちゃったんですか。なくなっちゃった。これね、日本郵便にあげちゃった昔。あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、だから、まあ、そういったこう何、いわゆる宅配事業から、まあ、撤退したと、まあ、いうことなんですよね。だから今日本通運っていうのはどっちかっていうと日本郵便にお任せして、我々はグローバル市場の中でいろいろフォワーダーとしていろいろなそのものを物流を担当していこうと、まあ、そういう戦略なんですよね、まあ、それがね、まあ、この辺に書かれてるわけです。社会の発展を支える物流という日本通運ってことなんですけど、これ、まあ、今の歴史なんですけど、まあ、一応ね、右肩にずっとどんどん上がっていると、まあ、日本の会社が、まあ、やっぱりその外にものをいろいろ出していかないと生き残れないんで、まあ、そういう波に乗ってきたと思うんですけどね。で、最近のトレンドとしては、まあ、ここであれですよね、フェリカン便ね、郵便事業に継承って書いてありますよね。まあ継承っていうか、まあだから撤退したわけですよ、これね。でその前からちょっと頑張ってるのが一応海外売上ってことなんですよね。この海外売上って、日本売上って何かっていうと、日本の企業が海外に物を持っていくのはこれ日本売上なんですよ。海外売上って何かっていうと、例えばヨーロッパの会社が日本に持ってくるとか、ヨーロッパの会社がアメリカに持ってくとか、まあ、そういうところをなんとかお手伝いできないかと、まあ、いうようなところをどうも目指してみたいんですよね。だってもう日本それだけやっぱ成長戦略望めないじゃないですか。だからこれ、まあ、当然あっていいと思うし、まあ、そういうのも2000年ぐらいからやって、まあ、徐々に増えてますと、まあ、いうことなんですけどね。だからまあこれをどんどん伸ばしていくよという話なんですけど、コロナ前からこんなことを言ってるんで、まあ、そう目新しい話ではないということですね。なるんですね。っていうふうにちょっと私には見えました、まあ、全体なんですけど、これでちょっと思うのはね、まあ、いくつかあるんですけど、じゃあそのグローバルの中で活躍するためにグローバルの競争相手がどんなのがいますかっていうと、これ結構ね、例えば DHL とかそういうところと対抗していこうって話なんですよね。うん、で一応この航空輸送の取引量みたいなのを基準にこの順位をつけてるわけですけど、 DHL のほぼ3分の1ぐらいですよね。まあ海の方に至ってはこれ何分の1ですか、4分の1ぐらいですよこれね。だから、まあ、この中でこの上位を目指していく、これはやっぱり相当、まあ、しんどいよねって話になってますね。そうですよね、うん、で DHL とかってこれ飛行機ね50機持ってるんですよ。 DHL の日本ツーンって飛行機何機持ってるか知ってます？ゼロないですこれ。で船をねどうも3隻持ってるね。この辺は日本郵船とかね、あの辺のがもうガンとしていますからね。だからまあそういうとこと組んでやっていくってことなんで、うん、今後ねどういう作戦を取っていくのかっていうのはちょっとこう、ここでやっぱりちょっとあれはグリーントランスファーじゃないですか。だからこういったこの CO2 の削減とか、こういうところをちゃんと真面目にやってないとなかなか海外の企業とお取引ができませんよっていう話も多分あると思うんですよね。ただこの辺もね、日通さんがなんか物を開発してそこの最先端になるって話じゃなくて、いかにそういうのを取り込むかって形ですからね、はい、うん、だから日通さん取り込めればこの他社も当然取り込めるって話になってきますから、だからまあその辺もね、まあ相当どうするのかなって感じですよね。お客様のサプライチェーンを効率化、高度化し、物の経済的価値を高めるっていうんですけど、なんかちょっとイメージがね、具体的にこうやって強めていくとわからないですよね。ちょっとわからないですよね。なるほど、そういう戦略かっていうね。でどうするのよって話がとりあえず書いてあるんで、その辺ちょっと見ていきたいんですけど、でまあこういった中で約2兆円ぐらいの売り上げありますと。売り上げのトレンドは、まあ、ほぼフラットですね。
で、2020年は、まあ、コロナの影響とあとは従来のなんか物流が減ったってことで、うん、利益をガクンと落とします。多分今年度末も相当落っこってくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますけどね。でそのセグメント別を見ていきますと、さっき言った日本がねやっぱり6割なんですよね。日本の企業のものを海外にお届けすると、まあ利益率がやっぱり 4% 強。ところが他のとこ見てみるとね、利益率本当悪いんですよ。欧州に至っては 1% ですよね、うん、あんまり儲かってる事業になってないと。根本的にですね、もうね。そうそうそう。で意外に多いのはこの 22.7% の物流サポートと。だから物を運ぶ代わりに、まあ、倉庫の中で何かちょこっと手直しをしたり梱包したりと、まあ、そういったような対事業とかも取ってやってるっていうのが、これ非常にやっぱりまあ重要だと思うんですけど、だから相当比率が多くなってるんですよね。でまたこの物流サポートの利益率が結構低いと。これでこの海外を伸ばして本当に利益が順調に伸びていくのかっていうのはちょっとこうどうなのかなっていうのが。そうですよね、なりますよね。海外戦略取ってね、取ってるのにね、うん、じゃあ今度は日本国内だったら何するのっていうのもあるしね。そうなんですよ、うん、だからね、まあ、ちょっとこれ見るとですよ、日本郵便と日通が合弁組んだらすげえ強いんじゃないかと思いますよね。あ例えばまあ楽天の方行っちゃったけどさっていう、まあそんな感じもしてみましたよね。だからこれをお互い補完するんじゃないかっていう感じですかね。彼らの戦略ってことで、重機建設の資材をそのまま運ぶとか、あとは警備輸送っつって、なんかそのすごく高価なもの、あるいは現金みたいな、そういったものを運ぶみたいなね、それってセキュリティも担保しながら運ぶみたいな、そういったようなところ、それから美術品のようなむちゃくちゃ価値の高いものを運ぶって、まあ、専門事業、まあ、こういうのは今後とも拡大してきます。まあ、この辺にあるんですよ、これね。利益率が高そうな、ね、ものですよね、これ ね。警備輸送はなんと赤字なんですけどね。赤字なんですか。赤字なんだ、これ。そうなのって、なんで赤字なんですかって、まあ、ちょっとあのアニュアルレポートで書かれてませんでしたけど、こういうのもね、セコムとかいろいろありますからね。だから輸送会社がこういう警備輸送みたいなことに参入するのに、まあ、輸送は得意なんだけど、警備はどうなのみたいなとこありますよね。あとやっぱり考えられるのは、やっぱり M&A ですよね。結局その何、自分で飛行機を持ってないんですから、他党にいろんな頼んだりしなきゃいけないとか、あるいはやっぱりその海外の企業、日通さんは日本の企業なんで、日本の企業とは非常に関係が深いんで、まあ、そういうところには積極的に行けるんだけども、海外のいわゆる大手の企業に行こうとしたらね、なかなか営業難しいですよね。だからそういった意味で手っ取り早いのはやっぱり M&A とか、つまり先ほど言ったもう少し下位のところとこう M&A をして、こう新たなネットワークを広げてオーバーヘッドを少なくして、まあグローバル企業でやっていくみたいな、まあそういった戦略はね考えられるし、これはアニュアルレポートの中でも彼ら自身がね、こういうことで今後成長してきますってことを言われ、非日系のグローバルの顧客基盤を獲得すると、まあ要はあの海外のビジネスを伸ばしていくんだと、まあそんなようなことになってますけども、これ多分ねコロナ前から多分一緒なんですよ。だからちょっとコロナで何か変わったって感じがこのアニュアルレポートを見る限りはしてますんですよね。でマイナスとしてはね、まあコロナの影響、ね、今 B2B とかって結構しんどいところで、2020年第4四半期、まあ、10月から12月はかなり戻ってる製造業を中心にということで、まあ、影響は、まあ、いい影響が出てるっていうのはちょっと、耳にしましたね。いわゆるグリーントランスファー、環境問題に関してはやっぱり非常にこうね、こういった運送業界、風当たり強いでしょうし、ただでさえ利益が少ないところがさらに圧迫されちゃうんですよね、これね。でそもそもこれって物運ぶなってことですよね、はい、探知症みたいな、そういうことも加速されるんで、もちろん使うエネルギーを少なくしなきゃいけない、彼らにとっては多分それ設備投資、まあ、難しいのはでも利益が出ないことに対する投資をしなければならないってことですよね。そういうことなんですね。分かってて分かってて運ばずにその場のものをなるべく使おうぜみたいなのもあるわけじゃないですか。だから、ね、昔は例えばさ、ね、インドの山奥で使って日本に持ってきても、お金さえ安ければインドの山奥で作ろうっていう、まあ、そういう風になったわけですよね、うん、ところがインドの山奥から運ぶのと日本から運ぶのとコストは同じなんだけど、じゃあトータルの CO2 はどっちって言ったら、インドから運ぶ方が高いですって言ったら日本から買っちゃうみたいな、そういうこう基準で株主が見てくるわけじゃないですか。安いだけじゃダメで、正義の基準みたいなのができるね。正義の基準みたいな、ね、そうだからこれが全然別観点で入ってきて、うん、物を動かさずになんとかそこで全てを
っていうような、そういったこう思想がやっぱ今後入ってくると思うんですよね。だからそういうのはやっぱりこう物流業界にとっては少し厳しいかなと思いますよね。そうですね、はい、まあそんなようなことを少しまああるのかなということで、日通さんね、ちょっとこうなんていうんですかね、話はわかるんだけども、まあそんなもんだよねっていうような、まあちょっとアンニュアルレポートで、なるほどっていう、ちょっとそういうこう感じがあんまり個人的にはしたかったと。特に悠長のように店舗があるわけでもないし、そうなんですよね。で個人もあんまり使ってる感覚がないし、宅配はすでに撤退してるし、グローバルで競争するっつってもね、有効活用できるようなまあねこうインフラがあるわけではないしと、競合はやっぱり強そうですよね、うん、ということで、まあ、そんな、まあ、ちょっとアンニュアルレポートでしたっていうところですね。ご参考にしていただければというふうに思います。はい、ということで、じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。